最後ドクターだけどうしようもなく自己嫌悪なおよろずの痛みや悲しみから逃げ込める場所を探してる急いはの隙間に引きこもって月の態度を無視して眠ろう生まれていたことの意味なんて知らないわかんないよでもそんな風に思えるってことそれは君がもっともっと素敵になれる力があるって教えてるんだよそうさ神のマニマニ大勢のマニマニ誰だって地球人だけもがそう願っているけどなおよろずの心の醜さに苦しめられる毎日さ僕が生まれて聞いたこと奇跡と言えば聞こえはいいけどそれはきっと偶然に過ぎなく